はい、今回はですね、横浜中区関内駅から、関内駅北口からですね、伊勢崎モールの方に入りました、文明堂、こちらの、カフェ、ルカフェということで、こちらに行ってきました。文明堂の、CM でおなじみのカステラ屋さんなんですね。こちらのカフェということです。パステルっていう、これとコーヒーのセットで890円とか、カステラとコーヒーのセットで790円とか、これなんて読むんだろう、1900年、明治33年ですね、に長崎に生まれた文明堂、その文明堂を代表するカステラにラムレーズンクリームをサンドしたとかっていう、まあ、この商品なんですけど、1900年に明治33年ですね、長崎に生まれた文明堂なんですけど、この伊勢崎モールにある文明堂さんが本店なんですね。ということは、長崎で文明堂を作ってこっちに、移転してきたっていうことなんですかね。それとも文明堂っていうなんかそういうスタイルというか、そういうカステラ自体はあれですもんね。別に文明堂さんのあれっていうわけではない。で、文明堂っていうのは伊勢崎が今本店だっていうのが、どういうことなんだろうなって思いつつ、カステラもパステルも両方頼んでみました。こんな感じです。カステラはですね、下にこうザラメがついている最長球品ということだそうです。もう卵のこの黄色みがかった感じが、とても美味しそうですね。はい、で平日はコーヒーのおかわりが無料となっております。なんで、まあ、ちょっとゆっくりしたかったんですけど、今回もちょっと時間がなくてですね、コーヒーのおかわりまでは至らなかったんですけど、でこちらがパステルですね。で生クリーム、なんか3種類バターなのかシロップなのか生クリームなのか、みたいなのをサイドに置くことができるんですけど、私は生クリームをお願いして、でこれがカステラのザラメの部分と、とても、濃い感じの味ですね。卵がしっかり使われてるんだなという感じ でザラメもガリッとして美味しかったです。でこっちがパステルなんですけど、外がこうちょっとサクッとしてますかね、まあホットケーキみたいな感じなんですかね。これをそのままでももちろん美味しかったんですけど、生クリームをつけて、いただきました。でこの生クリームが上品な甘さっていうんですかね、甘すぎない、全然甘すぎなくて上品な味で、まあそのパステルの味で、パステルの甘さでこう浸っていますかという感じの、外がちょっとこうサクッてするんですかね、で中がこうすっきりする感じのホットケーキのような感じの、食べ物です。パステルで、コーヒーも入ってます。ゆっくり落ち着いて、落ち着くお店だなっていう感じですね。もう老舗のお店なんだな。このパステルっていうのは1枚から注文できますね。なんで今回はカステラも食べたかったし、パステルも食べたかったということで、これで990円というところでした。ごちそうさまです。文明堂おすすめです。